はい、本日はなんと新企画ライブ映像セルフ実況を行っていきたいと思います。実況を務めますのはもちろんこの私、ビッグママドラマのビスタンでございます。先日行われましたゼップ東京でのワンマン公演、この映像を一緒に見ながら、私ビスタンがですね、演奏中何を考えているのか、いろんなこだわりポイントはもちろんのこと、犯してしまったミス、それすらもさらけ出しながら解説していきたいと思います。ドラマーがライブの演奏中何を考えているのか、これは同業者の方はもちろんなんですけど、ドラムをやったことない方でもへーって思うようなこと、たくさんポイントがあると思うんですよね。なのでそんなポイントを楽しんでいただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。スタート。はい、それではライブ映像を一緒に見ていきましょう。まあ2時間公演なんでね、ダイジェストにしながらパッパッパッと音声とともにお届けしていきたいと思います。さてこちらは開演直前の会場内の様子、お客さんたくさん入ってますね。やば、もう僕超緊張しいなんで、おそらく今これ舞台袖でバックバックの状態だと思いますが、あはこの暗転とともにね、鳴る拍手たまりませんね。来るぞーって感じ。さあ SE が鳴り始めてビスタン登場と、あー手拍子嬉しいね。さあ1曲目いきましょう。さあ堂々と演奏してくださいね。いいんじゃないですか、ドカーンと。あーこのサビのシンバルドカーンいった瞬間に緊張もね和らいでくるもんなんですよ。ただね、僕って個人的にはこれ2番のサビの直前にちょっと大事なフィルインおかずがありまして、それを決めきれたかどうかっていうところが個人的に気になってる。さあどうだ、ここの次、ちょっとストップストップ、いやちょっと皆さん分かりましたかね、違うんだよね。ここね、トゥットタットタカトゥクトゥクタカタットットタっていうところはね、トゥットタットタカトゥクトゥタカタットじゃなくて、ね、見ていただきました。ちょっとね緊張のせいかな。さあ取り返してほしいところですね。さあ曲も後半に差し掛かる。あここでね、皆さんの拍手鳴るのが最高に生まれてよかったと思う瞬間、頭振ってあ行くぜ、そいや、あ気持ちいい。さあ最後のサビいきましょう。あちょっと止まって、お前はちょっと待って、皆さん今気づきました？もう今一番さ、こうボルテージがさ、ぐわーっと上がってってさ、あのね、ハイハット一発スカってたんだよね。もうダメダメ。あの、サビの直前にさ、ビーってさ、手上げてるけど、こうやってカッコつけるからにはよ、もうドラムミスるのが一番ダサいので、バンジーに値する。今んとこだね。くたばれ。バケツ野郎、お客様申し訳ありませんでした。さあさあ気を取り直して、はい、頭を振りまくりノリノリのバケツである。さあ最高ですね。ギターのカッキー3投目を合わせながら頭を振りまくり、会場のボルテージも1曲目にして最高潮に上がってきた。さあ次の曲に差し掛かっていくところですね。ずっとこの日を待ち焦がれていたんだろう。はい、そういう気持ちでシンバルを鳴らして、あ拍手をいただく。気持ちいい、気持ちいいよ。 ありがとう、ありがとうの気持ちになっちゃうねこれライブ映像でも。はい、ウェルカムトゥー、はい、ジャンプジャンプ、あいいんじゃないですか、しっかりお客さん煽って、そうせーのドカーンと、うん、悪くない。もっと頭振ってもよかったかもな。ちょっとまだ自分的にも硬いかもしれん。おいおい生意気だな、カメラ目線なんて送りやがって。いいですね、気持ちいいっすわ。うわお。さあ次は大事な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 、はいバケツ叩いちゃうよっつって、何のためにバケツ生まれたのっつって、そんでこんだけ皆さんが手拍子してくれるんだったら、バケツに生まれてよかったーっていう気持ち。せーの、たまらん。この4つ打ちいっちゃん気持ちいいかもしれん。これに合わせて皆さんが体を動かしてくれる瞬間がたまりませんね。さあセカンドスネアもいい味出しております。まあちょっとこれね、
見ながら叩くの結構大変なんですけどね、バケツのつぶらな瞳の中では。さあ2曲目もやりきりました。3曲目アップテンポの曲どうだ。もう結構ねバスドラの連打が多い曲なんでしっかり鳴らしていきたい。あ、いいんじゃないですか。お、飛び跳ねております。最高ですね。はい、どやった。どんどん次の曲いきましょうね。さあ次のまたこれビートの種類が違う曲ですね。さあ最近のお気に入りはセカンドスネアを使ったフレーズ。あ、気持ちいい。3、2、1たまらねえぜ。イエーイエーイエー、決まったぜ。バシッと決まったんじゃないの。さあこの次なのよ、そうなのよ。超雰囲気系の SE が来たらこれ次僕のハイハットの刻みから始まる曲なんだけど、頼むから上手に決めて。緊張する緊張するよ。うまくできるかな。来るよ。SE が盛り上がってきたら来るのよ。あ、来る来る。あ、来ちゃう。来る。来るの。来るの。あ、来る来る。え、どうどう、あた、あ、あー。いいでしょう。いいでしょう。ここ決めないと男なら、やっぱりね。あ、もうちょっと若干、昇天しちゃってるもん。さあこの曲も終盤しっかり、まあ、ノリノリな曲ほどね熱意は込めつつもどこかで少し冷静にブレーキをかけながらやるぐらいがちょうどいいですよね。イエー、もう一丁ノリノリの曲続きます。そい、さあ盛り上がっていこうぜ、行こうぜ、もっとくれ、もっと手拍子をドカン、行こうぜ、一緒に行くとこまで、もう行くとこまで行っちゃおうぜ。あ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、今気づいた。バカ、お前一番気持ちいいとこで立って、これ椅子に戻るときにバランス崩して鳴らさなくていいシンバルシャーン鳴らしちゃってますね。もうこれ最悪、いやもう最悪、もうこれ次行こう。さあポリリズム的フレーズ、こっからが曲のイントロなんですね。ああいうセッション的なセクションを挟んでの曲入り、ここはやっぱ原曲を楽しみにしているお客様に対してすごく大事に奏でたいポイントですね。さあこれは、次の曲に早速移りました。バラードの曲、ダイナミクスを大事に。いいですね、うん、オラって奏でまくる曲とこういうバラードの曲のダイナミクスのメリハリはすごく大事にしているところです。さあレインコートになれたらという曲だったので、このね拍手がね、皆さんの拍手が雨音のようですごく気持ちよかったです。そしてこの曲がね SE につながっていくんですけど、これは雨が降っていったところから少しずつ雨が止んで雲間が少しずつ日が差してきて、雲の間から日の光が漏れてきた、そんな情景を想像しながら僕上を見上げていたんだけど、伝わってたら嬉しいなこれ。そしてこの曲入りがすごく大事なんだ、いって。ちょっと待って、うるさいうるさい、セカンドスネアうるさいわ、気持ちよくなりすぎて。この曲のねドラムと入りが僕好きすぎてやっぱり、こうやって反省するときはちょっと冷静に客観的に振り返って、次もっとかっこよくなるためにね、しっかり反省していきたいと思います。さあどうだ、超ノリノリの曲。あー、たまんねえ、くれ、もっと手拍子をくれ、
浴びたい浴びたい。最後バッチバチのフィルインちゃんと決めて、挽回して、ビスさん行って、行け。オッケー、やるとこやりゃオールオッケーよ、人生と一緒。さあ最後、うらみんな来てくれてありがとう、気持ちを全部込めて叩きまくれ、ぶっ飛ばしまくれ、いけ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 、最後ドカンと一心同体で、うん、さあ気持ちやった、はあはあはあ、っていうこういう気持ちでやってます。すいません、ね、感情移入しながらだいぶ気持ちよくなりましたね。いかがでしたでしょうかね。我々ビッグママですね、もちろんライブの予定じゃんじゃん決まっております。来たる秋にですね、なんとツアーを開催いたします。ご覧の通り、見てください、全国つつうらうら全11公演ドン。さあ、あなたの街の近くにも会いに行けると思います。ぜひこんなビスタンの、そしてビッグママの熱い音楽、生で浴びに来てくれませんか。一緒に感じ合いまくりませんか。お待ちしております。今日はね、新たな動画の作り方の試み試してみたので、皆さんの感想を教えてもらえたら嬉しいです。というわけでまたお会いしましょう。ビスさんでした。バイビス。